チンギス・ハーン像、モンゴル帝国の発展、モンゴル帝国の最大領域、クビライ・ハーン像、13世紀は、西暦1201年から西暦1300年までの100年間を指す世紀。13世紀は、チンギス・ハーンの起こしたモンゴル帝国が、ユーラシア大陸の大半を支配したため、モンゴルの世紀と呼ばれる。モンゴル帝国は、交易を奨励、保護し、 ユーラシア大陸を陸路、海路で結ぶ一大交易網が成立した。ユーラシア各地を多くの技術や情報が行き交い、世界史の転換期の一つとなった。ジャワ島ではシンガサリ王国が東部から起こってクディリ王国を倒したが、モンゴル帝国のクビライの遠征軍の派兵により内部で混乱し滅亡した。しかし、元の遠征軍も内紛の一部勢力と手を結んだが、 最後には裏切りに愛ジャワ島より敗退する。12世紀に中国を2分した金と南宋は元により滅ぼされた。また、日本も2度にわたる、元の信仰にあったがこれを撃退している。第6回十字軍に赴いた神聖ローマ皇帝、フリードリヒ2世は、アイユー部長のスルターン・アル・カーミルとの交渉によって、エルサレムの譲渡を認めさせたが、10年余りで再び、 イスラム勢力により陥落した。その後も十字軍の遠征は行われたが、レバントにおける十字軍国家は縮小の一途をたどり、1291年には最後の拠点悪行を失って、エルサレム王国も滅亡、パレスチの全域がイスラム勢力下に入った。イングランド王国では国王の権限を制限するマグナカルタが制定された。その後、 この検証は廃止されないまま忘れ去られており、中世の時代の中でほとんど影響力を失うが、国王と議会の対立が激しさを増す17世紀に再度注目されることとなる。新京都革命やアメリカ合衆国建国の際にもマグナカルタが引用され、現在のイギリス憲法を構成する全文にも残っている。第4回十字軍。 東ローマ帝国の内紛に介入したベネツィア商人の思想により首都コンスタンティノポリスはキリスト教徒の十字軍に占領された。画像はブジェーヌ・ドラクロワの歴史が第4回十字軍のコンスタンティノポリス入場。サンマルコの馬。第4回十字軍を支援したベネツィア共和国は東ローマ帝国から多くの貴重品を持ち去った。画像は 勝利のクアドリガとも呼ばれる四頭馬の彫像デモとは、コンスタンティノポリス競馬場を飾っていたもの。ベネツィアに移送されてからは、サンマルコ大聖堂に置かれていた。大旅行家、マルコ・ポーロ。ベネツィア商人として、元朝アサホカージア各地を訪れ、東方見聞録に記録を残した。画像は、脅威の書写本、1215年に作られたもの。強行権の最盛期。 教皇は、この時期には、世俗王公をしのぐ権威を有し、教会政治でもその手腕を、遺憾なく発揮した。画像は14世紀に描かれた、アッシジのフランチェスコ聖堂のジョット・ディ・ボンドーネの壁画で、教皇インノ・ケンテウス三世とアッシジのフランチェスコの、会見が描かれている。神聖ローマ皇帝フリードリヒ二世。破門されたまま十字軍を組織し、エルサレムを奪い返すなど、 大胆不敵な行為から、当時の人々は、世界の脅威とも、ハンキリストとも呼んでいる。画像は、彼が表した、高が理論に描かれた皇帝の肖像。第七回十字軍。画像は、南仏エーグモルトを出港し、マムルーク朝支配のエジプトに向かうフランス王ルイ9世と、その一行。聖王と称えられたルイ九世だが、この遠征には失敗し捕虜となる。 シャルトル大聖堂。正規ゴシック様式を代表するフランスの教会建築で画像にあるバラマドステンドグラスが有名である。トマス・アクイナス。正規スコラ学を代表する神学者で理性と信仰を結びつける壮大な著作、神学大全をまとめ、天使博士の称号を得た。画像は15世紀のカルロ・クリベッリによるもの。イベリア半島における文化交流。 レコンキスタが進む一方で、キリスト教徒とイスラム教徒の共存は、カスティーリアの剣王アルフォンソ10世の時代も続いた。画像はこの王の時代に編纂された、聖母マリア昇華集の挿絵で、キリスト教徒とイスラム教徒の合奏が描かれている。バルトブルクの歌合戦。チューリンゲン白の宮廷に集まったミンネザンガーたち。画像は14世紀に編纂された、マネセ写本の挿絵。 リューベック。北海、バルト海貿易を制御とする北、ドイツ諸都市では、ハンザ同盟が結ばれ、リューベックがその名手とされるようになった。なおリューベックは1266年には、帝国自由都市の地位も獲得している。画像は13世紀に拡張された、リューベックの市庁舎でマルクト広場の黒レンガ造りの建物がそれである。先週の繁栄。南宋時代から、 多くのイスラム商人が定住していたが、カバノコトブキコーラが、元朝に起伏すると、以前にも勝るる賑わいを見せるようになった。画像は、先週のイスラム寺院成城寺に残るアラビア文字の、刻まれた石碑、交渉、宗や金の制度をもとに発展させた紙幣で、1260年から1356年の間、元の正式な通貨として流通した。画像は、 資源通行宝賞とその原版で上段左の欄にパスパ文字も書かれている。禅宗の到来。中国で発達した禅宗は日ソ貿易などを通じて日本に流入した。画像は日本禅宗の源流ともなった中国の矛盾師範の沈層で演技が将来したもの。現在は京都東福寺に所蔵されている。マキダに南宗の矛盾師範門下の禅層で。 湿潤な大気を描くために技法を洗練させた水墨画で有名。その作品は中国では失われ、室町時代の足利将軍家の収集に見られるよう、日本に多くが残された。画像は、観音猿鶴図。武家のと鎌倉。東国を基盤とした政権の誕生により、僧よりもたらされた禅宗や、鎌倉仏教と呼ばれる庶民に開かれた新しい、 宗派がこの地で発展した。画像は、鎌倉の大仏で知られる、高徳院の阿弥陀如来座像。上級の乱。後鳥羽上皇は院前を下し、鎌倉の執権、北条義時の追悼を命じた。しかし、東国武士はそれに同調せず、京の隠語書に攻め上り、上皇側は敗走した。以後、幕府の力は最国にも及ぶようになった。画像は、後鳥羽上皇の二世で、 藤原真実によるもの。猛虎襲来。クビラ来の命により、モンゴルの大軍が日本に押し寄せた。画像は御家人、竹崎末長によって依頼され、現行の様子を生々しく伝える記録となった、猛虎襲来へ言葉。執権、北条時宗。二度にわたる猛虎襲来を迎え撃った、日本側の指導者は、北条時宗であった。画像は、一辺商人へ電後のもので、 自衆の僧侶一辺と鎌倉七口の一つ、小袋坂にて対面する、北条時宗。インドからチベットへ向かう仏教。インド仏教の最後の拠点ビクラマシーラ寺院は1203年にイスラム教徒に破却された。その学徒であったシャーキャシュリーパドラは、チベットに亡命し、サキャ派六大雑主となるサキャパンディタらに法を伝えた。画像はサキャパンディタの肖像。 仏教王国スコータイアサ。13世紀半ばに成立した、タイのスコータイアサは三代目のラームカムヘーエン大王の時代に黄金期を迎えた。画像はこの王の知性に作られた、ワットシーチムのアチャナフツ座像、マジャパヒト王国の躍進、クディリ王国とシンガサリ王国の構想に加えモンゴル人の元朝の襲来で混沌としたジャワ島に秩序をもたらしたのが、 マジャパヒト王国である。画像は、初代オーラデンウィジャヤの肖像に基づく、ハリハラの像、マントーノパガン。仏教信仰の厚いミャンマーでは、モンゴル信仰の中でもナラティハッパテ王のもと、地造物が続けられた。しかし1287年のパガンの戦いでこのとは、ついに陥落した。オリッサをめぐる争い。インドの北部と南部をつなぐ、東海岸のオリッサは、 この時期には、イスラム教徒の奴隷王朝とヒンドゥー教徒の東、ガンガ朝の激突の舞台となった。画像は、東、ガンガ朝のナラシンハデーバイス水イによって建てられた、オリッサコナーラクのスーリーアジーンにある車輪のデザインの、基段部分、クトゥブミガール。奴隷王朝の哀漠によって13世紀初頭に、デリーに建てられたインドサイコのミナレットで、後世に一部が破損したものの現在でも、 世界で最も高い72.5メートルの高さを誇っている。イスラム世界の機械工学。白識な技術者であったジャザリーが1206年に表した巧妙な機械装置に関する知識の書は好評だったらしく多くの写本が残されている。画像はオートマタの技術を駆使した像ド計。スーフィズムの高まり。某が世の中で神との合一を果たすスーフィズムと 呼ばれるイスラム神秘主義がルーミーによって体制された。画像はトルコの今夜にあるルーミー廟の前で旋回舞踏を行うメブレビー教団の人々、モンゴルのホラズム社長征服、中央アジアを支配していたホラズム社長もモンゴルの攻撃で崩壊した。画像はインガスカハンの戦いで敗北後も戦い続けたホラズム社長の君主ジャラール・ディーン。 アッパース朝の滅亡。モンゴル人フラグの生成により、バグダードが陥落した。最後のカリフは処刑され、死害は略奪と殺害が横行したと伝えられる。画像は、ラシード・ウッティーン、修士の写本の差し絵、ワールシュタットの戦い。モンゴル軍により、ポーランド中東騎士団連合軍が大敗を喫した。画像は14世紀に書かれた、聖人伝。 シレジアの聖ヘドイう一の伝説の差し絵。氷上の戦い。ネバ川の勝者として、スウェーデン軍を打ち破ったノブゴロド公、アレクサンドル・ネフスキーは、1242年には、新たな敵である、ドイツ騎士団を、氷の張った、チュドコで迎え撃ち有毛さをとかせた。画像は20世紀に作られた、氷上の戦いのモザイクが、マヤパン。チチェニーザの支配が崩壊すると、 1220年代に、ユカタン半島の新たなる政治の中心地が選定され、マヤの旗を意味する、マヤパンと名付けられて、五個天気のマヤ都市国家連合の首都となった。東ローマ帝国、ラテン帝国、ニカイア帝国東欧、カフカスイタリアイベリア半島フランスイングランド、スコットランド新西ローマ帝国北欧南総、金、元ウゴエ高来注釈出店。ありがとうございます。